久座海峠区海峠は、岩手県森岡市から道県宮古市を結ぶ峠。標高751メートル。北上山地のカブトミオ神国の西側に位置し、柳川と平井川の分水嶺をなしている。森岡藩の藩政時代に開通した宮古街道が、国道106号へ引き継がれたが、現在は、区海トンネルに国道106号の経路が変更された。さらに、 地域高規格道路宮古森岡横断道路の一部として新区海トンネルが開通している。旧道はトンネルの北側にある。山田線のトンネルは峠にはなく森岡側の勾配区間にある。国道106号が区海峠をくぐるトンネルである。標高はおよそ730メートルで同国道の最高地点である。東口付近には森岡市と宮古市の境がある。 トンネルは1975年竣工、延長271メートル、幅6.0メートル、高さ4.6メートル。2車線。歩道が狭い。東側には約300メートルほどの長いスノーシェルターが接続されている。スノーシェルターの手前約100メートルの位置に JR 区間駅、道の駅区間高原と郵便局がある。 国道106号最大の難所とされていた区会峠の解消のため、東日本大震災からの復興支援道路として、国土交通省が岩手県から権限代行を受けて、地域高規格道路宮古森岡横断道路の一部として区会峠を回避する区会道路の整備を進め、総事業費約370億円を投じて2020年12月5日に開通した。 道道路及び岩手県内の道路トンネルでは最長東北地方でも全体3番目の長さとなる深区海トンネルは道路法第46条第3項に基づき5000メートル以上の道路トンネルに適用される危険物積載車両の通行制限適用を回避するためトンネル延長を5000メートル未満に抑えている深区海トンネル内は東側ほど標高が高く 東口の標高は666メートルである。区海道路は深区海トンネルと森岡側に続く柳川トンネルで23カ所の急カーブを解消する。ありがとうございます。